今日は24年の2月17日です、はい、で今日は神奈川県の大山に来てコスロケをします、はい、でコスプレは JK の冬制服です、はい、かなり厚着です。そうね、寒いからね。そう、寒いん で、うん、ね、かなり、ね、着込んでます。そうね、自分も着込んでる、うん、じゃあ張り切っていきましょう、はい、えいえい、おー、場所なんだけど、うん、ここね、ここ、うん、こう上からボワーって出る感じね、はいはい、ここ、うん、大山、大山、そうで、こっから、うん、あのとりあえずあの、ね、まずね、豆腐参道っていうのがあって、うん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 、でそこから駒参道っていう風に感じで入っていく感じなんですよ、はいはいはい、駒参道、はいはい、行く前にそっち側ね、確かね、豆腐参道っていうのがあってね、うんうんうん、まあ、でもこれやっぱタイツだからね、まだそう、よかった、そう言える感じ。さすがにちょっと生足だと生足きついよ、生足はなんかきつかったもん、すげえ。ああでしょ、あの群馬のね、こっちが、はいはいはい、ここね、豆腐参道っていうのがある、まあ、大山ったら豆腐がね、まあ、名物らしいなんでね、ここもう一気に、ね、上の駐車場まで行ってもいいんだけど、うん、上の駐車場ね、結構高いのよ。ああ、まあ600円ぐらいするんですよ、1時間で。なんか旅館か。そう、旅館がいっぱいあるんですよ。なんかやってるのかやってないのかちょっと分かんないね。よく分からん、分かんない。なんか不審者に注意ってさ、そう、なんで不審、そう、こう不審者、不審者って堂々としてれば、うん、信じてね、大丈夫。そうそう、ね、堂々とした変態は捕まらないけど、捕まらないっていう、挙動不審変態は捕まる、捕まるっていう、そうね、まあ、言ってたね、誰か言ってた、そう、有名な、そうそうそう、あの高田純次先生のお言葉でございます。そう、高田純次大先生のね、神主さんがちょっと、あ、本当だ、なんか、ね、ちょっとやばい。あ、そうでしょ、そう、ご一行様だね、まあ、でしたね。一応ここもね、山岳信仰でね、上に神社があるんですよ。 あるでしょうね、そう、こういうところは、うん、でも基本的に日本の山って山岳信仰だよね。まあそうよね、どこにも神社があるっていうさ、うん、感じですよ。だから後でちょっと参拝もしましょう。あ、そうね、旅館だね、旅館だね。12時かな。あ、12時だね。そうだよね、この先あるとは思うけど、うん、行っといた方がいいよね。行っといた方がいい、さっきの場所でね、うん、で本来はそっちなんだけど、ちょっとね、執行猶予を執行したいんで、させてください。そう、じゃあ下がるか。うん、下がろう。はい、じゃあ一応、うん、そうね、そうで、こっちがね、こんな風にロータリーになってるのよ。あ、そうさっき言ったけど、そうね、そうで、こっち側が、うん、お土産屋さんになってて、うん、まあ、で、ここ 大山ね、案内、そうで、行くのはこっち側の神社と、そう、このお寺 ね、この2つで、この大山の方は行かない、上まではね。まあ上までは、うん、じゃあ行きましょう、行きましょう。で、お酒、帰り買って帰るかな。そうだね、帰りに、うん、地酒、うん、あそこに帰ったよね。ああ、そうだ、こっちだね、ここがあれだね、現在地。あの、インクラインだね、インクライン乗って、うん、それで、そうここだね。そう、で、行ってもね、ここまで、うん、ここまで、で、こっちは行かない、こっちまではとても無理なんで。そう、うん、まあ行くんだったら次回に。まあそうね、公衆トイレは駒参道にいません。あ、本当だ、よかったね、だから行っといてよかったよ。そうで、ここが駒参道ってところ。そうそう、駒参道、はい、山の上まで行くんだったらあれだな、靴、ローファーじゃなくてちゃんとした靴で行かないと。その方がいい、やっぱね、ダメだよね、うん、登山用のやっぱ靴とかでね、やらんと。そう、ただね、今日ね、そういうあのこんぐらいにね、うん、さ、あのす、あの気温がいいんですよ、まあ、運動するのは、まあね、本当に。そうそうそう、本当だ、うん、まあ、でも今日はね、そんな寒すぎずっていう感じでもないから、まあ、いけるっすよ。そう、全然大丈夫っすよ。大丈夫ね。あ、豆腐料理、豆腐料理、そう、結構豆腐がね、やっぱね、有名らしい。まあ、ここはね、豆腐館が名物、ね、名物らしいなんでね、大山は。そう、 お土産屋さんがいきなり出てきてます。あるね、まあ、あちこちにあるでしょう、ね、こういうね、お土産屋さんは。お土産屋さんで、あ、こんな、あ、いいね、うん、なんだ、ほら、お酒こっちに、あ、あるね、大山名物。あ、いいね、こういう地酒ね、うん、
お人も今日は少なくて、うん、そうね、少ないね。標高は1215ぐらいだね。そんなぐらいぐらいで、神奈川県で一番低い山っていう。あ、そうなんだ。確かそう、言われています。なるほど。お菓子が、ね、これはあ、タヌキ、タヌキの置物が、うん、いいね、今日人少なくてよかったね。ね、少ない。そう、今日はフリーレンになったつもりで。あ、そうね、そういうね、う、まあ、感じでね、感じで、まあ、冒険だね。冒険、うん、1252m です。はい、1252か、うん、さっき15つじゃなくて1252でした。はい、101日参り、茶ゆで、茶ゆでら、茶ゆでら、茶ゆでら。あ、そう、こちらもお寺あるの知ってる。あ、そう、はいはいはい、そう、確認済み、うん、あのね、ふわふわ気分の諜報部はもう事前に、うん、あの、うん、諜報部員はもうチェックしてるから、なんかうちら見る、かわいいって。あ、ありがとうございます。お土産屋さんね。そう、お土産屋さんが、そう。まあ、豆腐料理が多いんですか。そう、うん、そう。なんかもう、もしてもうバテたとか。もうここに来て。そんなことないよね。まだ早いでしょうよ。まだもうちょっと、あ、ほら、ちょっと座るとこあるよ。あ、あるね。ね、うん、こっちもお土産屋さんのテーブルカーまであと半分。あ、半分、これで半分だ、うん、ここまでの道のりもね、結構、まあ、待って、そう、あ、こう、こんなところでバテてたら、まだこの先、そう、やばいね。そう、奥多摩の、うん、あの、御嶽山と同じだと思う。あ、まあ、こっちの方が優しいかもわからん。ありがとうございます。帰りでもぜひ寄ってきてください。あ、こちらだったらなんか、これやってますね。豆腐御膳とか、ね、なんかイノシシとかシカの鍋かな。ね、うん、まあ、山だから多分イノシシとかが主食なのかも。そう、そう、そう。そう、ダルマ売ってる。木刀もある。木刀あるね。あと、あの、饅頭とか。あ、本当だ。お土産。そうだね。お土産屋さんがここがね。ここもなんか。あ、本当だ、すごい。綺麗ですね。ここになんかあるね、豆腐の。あ、本当だ。あの、なんだっけな、あの、豆腐田楽っていうのがあるんで、それちょっと食べたいな。あ、了解了解。帰りにちょっと。はい、行ってみようか。うん、じゃあ帰りかね、キロさん。そう、昭和40年7月11日開通。マジか。結構、まあ、前なんだね。ここまでね。はい、あ、こっちか、はい、あ、まあ、さっき見た同じ感じ。そう、さっきね、うん、若干登った感じ。そうだね、さっきこの辺だったかな。そうそう、まだここまで、うん、そこまで登った感じ。ああ、結構しんどかった、ね、これでしんどいとか言っちゃってんだ、もう絶対無理だその先の山でしょ。そう、なんか暑くなってきたねまあ、そんだけやっぱ動いてるっていうのも、ね、動いてる。そう、まあ、でも寒いよりはうまいけど、いいよ、うん、じゃあ乗るか。乗ろう。あ、ここだね。そう、課金します。はい、行きは課金です。帰りは課金しないけど、うん、そうね、帰り下りはね、うん、歩いて帰るって、うん、フリーレンの冒険、フリーレンの冒険です、ね、まあ、手入れね。そう、まゆみさん、フリーレンハマってるからさ。そう、まあ、自分もハマってるよ、あの作品。そう、乗りますか。乗りましょう。はい、これからですから、そちらの道を迎え求めてください。はい、来てます、来てます。
だね。あ、来るか。ちょっと教えて。はい、じゃあこっからまたちょっとね、こっちがかな、あ、そうだそうだ、で、こっちがあれだね、参道だね、そうそうそう、向こうに、ほら、ね、相模湾が見えるじゃん、うん、はい、うん、あっちょっといい、はいはいはい、でね、今一応、ね、ケーブルカーで下まで行って、うん、駅ね、大山ケーブル駅とこからからアフリカ、アフリ神社、うん、ってとこまで来た、はい、で、それでこの神社を一周回って、うん、じゃあ行こうか、じゃあ先に神社で参拝で、はい、じゃあこっち側で、じゃあそれやるか、口はやらない、もうなんかすげえな、 今の神社はあんな気象パネルがあるんだね、ああ、本当だ、随分時代が変わったな、ね、やっぱりこれも本当にやっぱ時代、ね、時代だよね、結構やっぱりね変わってくる、そうだからね、うん、この先さ、お賽銭もさ、もう電子マネーが使えたりとか、そう、ペイペイかアルペイかなんかでさ、そういうのも出てくるかもね、うん、すげえそのが助かるんだけど、まあ、実際そういうところもあるところはあるらしいけどね、そうだよね、なんかそんなに、まあ、広まってない、広まってないよね、導入するのがめんどくせえんだよ、まあ確かにね、そう、参道はね、そう、参道はね、端っこに歩くっていうのが基本なんですよ、うん、じゃあ一応一礼してさ、ここがねアフリ神社っていうとこね、ちょっとこっちが行ってみようか、でこっちがね山頂ね、登山口、うん、こっからあの山に行くのに、うん、山頂まで90分もかかんねえ結構歩くね、結構歩くね、見ると一応ね、こっから、入山料が100円ね、あー、ほんとだ、まあ、まあね、まあ、今回の問題かな、うん、今回行かない、はい、入山料100円、はい、100円、そう、豪華祈願だね、あー、そう、あ、まあ、受験のね、ショート動画どうしよう、ちょっとすぐ撮るか、あ、そうだね、撮っちゃおうか、撮っちゃうか、うん、じゃあちょっと三脚、うん、ほら見て見てみ、ほらあそこさ、あのほら江ノ島が見えるでしょ、あー、はい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 、そこね江ノ島がね、うん、こう見ると江ノ島があそこにあります、うん、山頂から見るね風景なんだけど、うん、あの三浦半島と、まあ、江ノ島、そう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 、で大須半島ね、うん、で湘南、そう平良、そう湘南平良っていう展望台みたいな、うん、とこも見えるみたい、まあ、確かにここから見ね、パッと見ね、あの江ノ島見える、まあ、分かる、そう、坊さん島もなんとなく見える、三浦半島もまあ見える、ね、ああ、あれもそうだね、三浦半島見える、そうそうそう、うん、まあ、今日はちょっとね、ちょっとね、ガスってるんですよ、そうね、うん、あ、向こうにもなんかあるんだね、展望台がね、うん、向こうほら、人がいいんじゃん、そこにほら、ああ、本当だ、ね、やるか、ここで撮影しました、はい、で、ここがね、一番景色がいい、そうね、見晴らしがね、結構いい、そう、あの、そう、見晴らしがいいとこで撮影すると再生数が伸びるっていうね、うん、そうあの、前、まあ、前のね、そう、コスロケでね、コスロケでね、なんかショート動画ですごい風景いいとこで、そうまあ、2000再生近くまで行ったんで、そうね、うん、そう、で一応ここで今参拝したんで、うん、一応あとそこにね石があるんで石の、そう、なんかこれちょっとやっとく、あ、そうだね、そういう感じで、うん、いいかもね、じゃあ行きましょう、はい、何やってんの、いや、ちょっとこの像を背景に、ああ、なるほど、あ、いや、撮る、ちょっと撮っとくか、あ、はい、ああだね、はい、あ、じゃあ自分撮って、あ、うん、あ、そうだね、あ、そうね、はい、勇者ヒンメルの像だよ、あ、勇者ヒンメルの像です、これは勇者ヒンメルの像です、違いますよ、違うかんね、違うかんね、そう、はい、再生しましょう、しましょう、はい、失礼します、
はい、じゃあ参拝します。参拝しましょうね。はい。ちなみにこれはなんか十二支のなんか関係してる感じかな。そうだね、せっかくだから一緒。ああ、そっかそっか、十二支か。十二支なんだよ。そうだね。そう、ウサギとか、そうそうそう、トラとかさ。そう。あ、本当だ本当だ。ヘルミ。犬いるから多分十二支。こっち行くとほら鳥とか、ね。あ、本当だ鳥だ。猿。猿。羊もいるね。前とも言うと土地バレちゃうから、ね、あ、遅いでも使うんだよ。ごめんなさい、使いません。あ、一応、まあ、ここはあれね、あの、一応、お札とか売ってるとこね。はいはいはい、はい、じゃあ行こうか。行こう。あ、いいね、いいとこだね。いいね、大山。なんか、うん、初めて来たけどね。すごい、うん、あの、いい、結構いい、結構、多分かなり、うん、下手すりゃ俺、御嶽山よりいいかもしれない。うちのなんかね、うん、うちのあの、ふわふわ気分の山シリーズ。そう、山シリーズ。そう。ね、これもシリーズ化だな、山シリーズ。あ、いいね。まあ、コツロケだけど。まあ、そうだけどね、コツロケシリーズの山シリーズ、うん、あ、いいと思うよ、ね、コツロケの山シリーズ。山シリーズ、ここでなんかいろいろなんか食べれるみたい。そうだね、なんかキャリア団子みたいな。そうそうそう、団子。てか、このルートでいいのっけ。まあ、うん、まあいいや、大丈夫、大丈夫、うん、こんだけ滑りゃ大丈夫。ここで一応女坂と男坂って分かれるんですよ。うん、あ、そうね、そうね。で、一応、まあ、まあ、多分ね、名前通りだと思う。うん、男坂ってきついよ、きつい坂で、女坂っていうのは、まあ、緩やかなね、うん、坂だと思うんで、まあ、はい、うちらは、もちろん女坂です。はい、女坂。女坂です。はい、女坂。これ、本当女坂なの？すごい急だけど。ね。まあ、いきなり急です。ね、急だね。うん、ちょっと、ゆっくり行こうか。女46。なんそれ違うでしょ。女グループないから。ゆっくり行こう、本当に危ない、危ない、これ。昔ね、うちらね、実は言うとね、AKB のね、うん、あのコスプレ衣装やってたみたいなの。そうやってたね。何もさ、意識してないのにさ、なんか、なんか、小島か。小島か。小島、小島、そう、そっくりなね。春菜かな。そう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 。ちょっとこれ出すか。そうそうそう、あのね、あの、そうそうそう。あの、小島春菜そっくりになっちゃったっていうね。そうそうそう、なんかね、偶然にも。そう、スタッフの人もね、言われたもんね。そう言われたね。あ、写真撮ってもいいですか。あ、どうぞ。あ、どうぞ。あ、いいです。はい、大丈夫です。はい、どうぞ。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、いいですよ、はい、はい、はい、ありがとうございます。結構急すぎる。結構急だよ、これ。これ本当に気をつけないと。いや、思った以上に結構険しいぞ。険しいんで、そう、降りると思った、本当に。ちなみにこの辺はもう、あの、全然、あの、まあ、一応ところどころね、あのストリートビュー出るんだけど、うん、全場全部出ないんで、うん、どんな感じかはちょっと事前にあんまりチェックはしてない。うん、あ、そう。ただ女坂、男坂っていうのはあるのは知ってるんで。ゆっくりいかんね。うん。うわあ、さっきのインクラインの線が見れる。あ、本当だ、インクラインの。まあこれでもまだハイキングコースだと思うけどね。まあこれでもね、うんうん、まだそう、まだ緩いっていうのか、まだ こんなもんじゃないよ、きっと。結構膝にくるな、これ。膝にくるよ、これ。あ、痛い痛い。そう、もう結構急だよ、これ。マジかよ。すごいね、これ。女坂だよ、これ。女坂だよね。男坂行ったら、終わってるな。今見ないようにしてたけど、すげえ、うん、そっち落ちたら終わりじゃん。終わりだね。思ったけど。疲れたね。いやいや、まだって半分も来てない。まだあのお寺さんも来てないんだけど。うん。この先にお寺さんがあるんですよ。そうそう。あれ、お寺さんあれじゃない？あ、かもね。そう。あとちょっとよ、あとちょっとじゃん。うん、じゃあ、あ、あとちょっとだぜ。あ、なんかトンネルみたいな。あ、本当だ。昔はなんか稼働してた。あ、きっとなんかあったんだろうね。橋だね、ぬめ、ぬめ橋って、ね、一応ね、ここにトイレあったんで、ちょっとね、執行猶予しました、うん、私だけに。あ、そうね。で、こっちがあれでしょ。あ、こっちはちょっと、だろ、下りはこっちでしょ。あ、こっちも行けたね、そう。こっち、違うよ、やっぱさっきのところで良かったのかな。なんかちょっとこの看板がちょっとややこしいから。そうだね、そうだね。こっちでしょ。そう、うん、そうだね、そうだね。やべえな、明日筋肉痛だな。ああ、か、筋肉痛、もう確定だね、確定だね。あ、もう本当に明日じゃない、明後日だよ、うん、月曜あたり来るよ、きっとこれ。ああ、そうね。いや、本当膝がもう、膝が笑っとるわ、うん、膝笑っとる。そう、膝が笑っとるで、笑っとる。次はお寺。うん、そう、お寺ですな。そう、桜じゃねえ、梅。まださ、梅でしょ、うん、ね、桜はまだ早いぞ、ま、早いで、うん、でも河津桜咲いてるよ。あ、河津桜はね、うん、
あ、本当なんか。あ、こうなってんだ。あ、なるほどなるほど。磯蔵さんみたいな。そう、磯蔵さんが。が。そう。はい、じゃあこれも薬局しましょう。ね、大山寺。はい。はい、はい、ここは大山寺です。はい、大山寺。はい。あ、まずちょっとそこで。うん、あ、ちょっと手を洗います。はい、じゃあ。はい。あ、卒業しちゃう。あ、どんな板がいいの？どんな板、怖い、怖い。でね、どん、あの中はね、撮影禁止ね。そうね、そう、どんない撮影禁止ってあるんで、うん、まあ、外だったから多分大丈夫と思う。ギリギリね、ギリギリ OK、うんうん、でこっち側にもほら、うん、ここら辺ちょっとこっち側見てみよう。そうね、火鉢みたいな。あ、火鉢、そう。あ、で、ここもあれだ、なんか煙を。あ、そう、まあ、そう、そうだね。うん、あ、なんかお地蔵さん、ね、さんがそう、うん、3500円もするんだね、ご主人ね。ああ、結構します、ね、結構するんだね。あ、重要な感じだね。多分今ダメだと思う。ああ、ダメだ。ここはそうだね。あ、鐘鳴らせないかな。鐘鳴らせないって言う。だってここで鳴らしたらあれだよ、昔行ったらあそこ行ったじゃん、あのほら日暮らしのさ、うちやの格好でさ。はい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 、はい、鳴らしたもん、ね、うん、あ、やめた方がいいよ、やめた方がいい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 、どう、一回200円って書いてあるね。あ、鳴らせるには鳴らせるんだね、うん、じゃあいいや、うん、課金すれば鳴らせるみたい。あ、じゃあいいんだね。そう、課金すれば、課金すれば、あ、いけ、来いっていうね、一応。あ、本当だ、あそこに鯉がいるね。ここ怖い、結構ね、うわー、怖いね、なんか。あ、そうでもないか、そうでもなかった、そうでもなかった。結構急だから、こっちから、どっちから行くか、いや、下でいいんじゃない、こっちにいいよね、こっち、うん、こっち側から行った方がいいよ。そうだね、そうだね、ちょっと危ないよ、本当に。あー、膝が本当に、あ、痛い痛い痛い、そう。一応こんな感じの場所ね、なんか地蔵さんがね、そう、出迎えてくれてる感じだね。そう、なんかここも神社だったのか。あ、そうだね、ここのなんとか跡地っぽいね、跡地っぽいね、うん、あ、ここもそうだね、なんか、ね、ここもやっぱいろいろだね、登山信仰だから、やっぱなんかこういう、あ、そうだね、なんかきっと泊まれるような感じの施設なんだろうね、うん、昔のほら、そうそう、お坊さんかなんかがさ、それと修行してさ、そうそうそう、そんな感じでしょ。そう、あ、山岳信仰だから、あちこち、うん、なんかそれっぽいなんか感じの建物が多いですね、うん、お寺だとかやっぱ神社多いよね。そうそう、そういう感じのね、やっぱ高いところに神様が宿るっていうぐらいだから。ああ、そう、うん、だからどうしても山岳信仰はね、昔から日本ではやっぱあれなんですよ、ね、武器はそうなんだよ。ああ、そうだそうだそうだ、なんかありますか。なんかあるね、女だな、しやさんさ、爪切り地蔵。おー、爪切り、これ爪切り地蔵っていうのかな。そうらしい、あ、広報大使、広報大使が耳を使わず一夜のうちに、彫刻されたと、手の爪で彫刻されたと伝えられている。内容とも石、石に集中努力すれば実現できるとの教えであるだってよ。いいね、いいこと、そう、いいこと言うな、ね、集中すればね、まあ、そう、まあ、集中すればね、そうそう、あの基本的に、そうそう、そう、何でもできますよ。爪だけでさ、彫刻を、ね、掘るとか、まあ多分それは嘘だと思うけど、まあ、ちょっとね、でん、うん、まあ、伝説だからね、伝説だから、そう、うん、まあ例えでしょ、そうそう、まあ、集中してやれば何でもできる、そう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 、集中しなさいってことですよ。だから昔話は結構ね、持ってる部分もまああるわな。そうそうそう、うん、いや、さ、誰かがさ、ほら海の上を歩いたとかさ、うん、そういう実際があるけど、それはファンタジー要素も入れないとさ、そう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 、やっぱ人の気持ちも引きつけられないからさ。あ、そうだよな、だってやっぱそういうのも必要だ、うん、必要なんですよ、ファンタジー要素も時には必要なんだよ。そう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 、ここも女坂七不思議だね、わらしべに変わっていた、この子供がすくすと、なるほどね。
ね、うん、子供がいる人はここでそうだね、なんか、ね、ご利益があるのかも、ご利益あるっていう感じだね、知らないっていうと、そうだ、なんかあちこちにね、ごちそうさんが本当片っ端から課金してったらすげえこれそれは、ね、片っ端からさ、いや10円ぐらいでいいんだよ、まあね、もう10円いっぱい用意しててさ、いるじゃんほら、結構1円とかだけどさ、さすがにお札とかはいやダメダメ、逆にダメだよお札とか、お札やるんだったらさっき の神社とかさ、お寺でやんなきゃ、あそうだよね、おインクラインがあそこ今ちょうどね、あ本当だ、そう通過してるね、通過してます、まあ、確かにね、あれ、まあ、行きはね、あれに乗っていくのがね、多分正解だと思う。そうそうそう、うん、行きは課金するのがね、うん、そう、行きは課金するのが、うん、いいんだよ、そう、もうあともうすぐそこでしょ、まあね、で、まあ、ちなみに今ね、まだね、1時半だった1時23分だったから、うん、ちょっとお土産物色して、まあそうだ、帰るか、うん、でもだからってさすがにね、山頂まで行くのはちょっと、あちょっと無理だな、山頂まで行ったらマジ俺、うちらやべえよ、山頂で行くんだったら、靴ちょっとこれじゃなくて、最近買ったさ、あの登山用の靴は買ったのよ、あそれで来たから行きたいわ、で、あの神社から山頂までさ、うん、歩いて90分じゃん、じゃあ往復3時間そうだよね、往復3時間だよねいや無理だよ多分5時頃になっちゃうよきっと、さすがにね、うん、そこまでやばちょっとやりすぎだよ、やりすぎだよ、いや素人は山の雨ない方がいい、本当にね雨の方がいい、こんぐらいいいんだよ、そうちょっとこ こういうとこでもやっぱ遭難するってことあるからね、道外れて、そうそう、だから本当に山はね、うん、甘く見ない方が、まあ、雨の方がいい、え病気は自分で治しましょう、だって無茶言うな、ね、慢性病が治ります、健康道場だね、うん、虫歯予防とか無理だろう、無理でしょう、乱視とか治んの、乱視治んのかな、わかんない、え乱視、乱視火星禁止だって、あ火星禁止は治るか、あ、うん、まあ、火星だから瞳ばあさんみたいな、そうなんかそう出てきそうな、なんかそう、それか松岡修造みたいな、そんな感じで気合いでなんかどうしましたみたいな、そう気合いで直しましょうみたいな、気合いで直しましょうって、そうここでほらケーブルカーの駅まで、はい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 、そう、あそうね、なるほど分かった、そう、あまあ下ってきたね、確実に、うん、そう、はい、自販機、うん、はい、やっぱり山の価格ですな、180円、あまあそうですね、山価格ですな、そう、うん、50円ぐらい高い、ね、50円ぐらい高い、うん、山価格、山価格、そうね、ケーブルカー、ケーブルカーのところから、ね、うん、そうこっち側行くと、うん、あのあれだったんだね、山だったんだ、ね、そう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 、じゃあここからまあさっきのここだね、うん、ちょっと入りましょうかね、はい、じゃあここ、そうここは換気炉、換気炉さんです、そう、はい、じゃあこの中ね、うん、ここのあれなんで目玉なんで、うん、昆布の豆腐がある、ちょっと食べてみようっていう、ごま豆腐です、ごま豆腐です、はい、じゃあいただきましょ ましょう、うん、弾力がね、やれがあるあるんで、そうのごま豆腐、うん、弾力あってね、本当なんか旅館に出てきそう、旅館、そう旅館のね、あの、うん、なんか小皿かなんかに出てきそうな、うんうん、今ね、食べたお店が換気炉さん、換気炉さんだね、ですね、はい、換気炉さん、はい、ちょこんな感じのお店です、はい、そうなかなか、あの、ね、うん、いや、美味しかったです、また機会があった時に ね、ちょっとガッツリと食べたね、そう、山はね、そう行く予定なんで今度は、ね、山頂もね今度山頂まで山頂まで行く予定です、行く予定、ジビール、ね、そういうのに弱いんです、ジビールとか、ジビール、ね、地酒、地酒、ね、でかいのしかないかな、まあいや、でかいのしかないか、うん、あ、なんか中も見てみて、あ見てみようか、あ、ちっちゃいのあった、あった、うん、ここね、ここの店で、うん、あの地酒買いました、はいはいはい、ね、お酒は後で、あのここに写真で出すんで、そう、ちょっと楽しみ、今日の晩酌です、はい、で、駐車場まで戻ってきました、で、そっち側に、なんかね、なんか面白そうなとこあるんで、そこっち行ってみよう、せっかくなんで、うん、写真撮って、ね、全然撮ってなかったから、そうね、ちょっとこの辺撮るか、あ、そうだね、うん、じゃあはい、撮りましょう、撮りましょう、今回の動画は以上になります、はい、よかったと思ったら高評価、はい、それとチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、それとコメントもよろしくお願いします、よろしくお願いします、最後までご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。それではまた。